日ごとの糧、2024年1月16日。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。イザヤ書43章1節。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた、ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ルカによる福音書19章5節。神様が私たち一人一人を覚えておられ、それぞれの名前を呼んでくださるという出来事は、大きな驚きであり、大きな喜びですね。名前を呼ばれるということで、これは他の人のことではなくて、私に関わることだということが非常に明確になるからですね。町では大変評判の悪かったザーカイという朝鮮人の頭に、イエス様は近づいていって、おい、そこの罪人とか呼ばないで、彼の名前を呼びました。それによってザーカイは、イエス様が自分のことを相手にしてくださっているということに気づき、大きな喜びを経験するわけですね。私の名前を呼んでくださる。私のために犠牲を払ってくださる。安らぎを与えようと働きかけてくださる。という神様がおられることを信頼する。そしてそのお方に名前を呼ばれている。つまり、私は私のままで知られているということを、うなずいて喜ぶ心が深まっていったら、絶望とか孤立というものに追い詰められるということは少なくなってくると思うんですよね。私のことを名前で呼んで、私のことをケアしようとしてくださる神様がおられる。そのことが分かったら、なんと心強いことでしょう。今日も、そのことを深く心に留めながら、元気でいきましょう。祝福ありますように。交わりの中に共に。
主よ。